10周年おめでとう。10周年ありがとう。よかったです。ついに炎のドリームチャレンジフィフスシーズンでございます。ここまで続いてくれるのここまでね、もう長寿番組ですよやりました、ね、長寿番組3年目突入ですか。よろしくお願いします。今回もどうもありがとうございます。うわー、いやー、見たかも。やったはい、今度こそ終わりました。7揃いは16回で600万円です。よく頑張ったと思います。あー、当たった。ボーナス758ゲーム通し、24本追加じゃちょっと弱い。貞子もいなかった。やめだな。今98ゲームさすがにリングはやめにしたいかなと思います。枠はございません。本当なんじゃこれ、本当なんじゃこれです。マジで怖い。ラストです。これさ、レインボーになっちゃった。やった、無限だ。へー、いった。あれ、いいかもしんない。142ゲームで当たりました。よーい、いますよ。はい、大好物の100枚です。600枚でも無理だったんだよ、私。あ、これ何色？緑。緑。うわ！
な。ちょっと今からあっち側の遠征を見に行きたいと思います。あ、211、これ狙ってもいいかも。ありだと思います。ありだと思います。いきます。リスク考えたらそうだな。そうしよう。アベチェックしに行こうと思ったけど目先の欲に負けました。ちょっとあのままね、ラグランジェ打ち続けたら大変なことになりそうなんで。なぜ今日は100しかいけないから。あははじゃなくて、え、これ何が起きたのこれ。あ、すげえ確率の引いちゃったわけだ。ちょっとびっくりしちゃった。あら、びっくりした。確定薬いけました。148ゲームです。ジョグを回すのじゃ。いや、バランスでやりたいと思います。もう今の十分刺激だわ。いいの、いいの、こっから頑張るから。いや、びっくりした。突然島の方が刺激的だわ。なんか、そんな石が強かったらいけるみたいな感じ。そうだ。あ、そうでしたっけ。もうね、見た目と喋り方とかね、人をね、あの、ダメで判断した。あ、私めっじゃあもう石橋叩きまくってもう渡らないぐらいから。渡らない。渡らない。叩くだけ。あれ何万分の1だっけかな、さっきのリプレイ。5万分の1とかじゃなくて当たるだけ。何が当たる。いやいやいや、6536、もうそれさ、バジリスクで言えばフリーズよ。65536引いた私、78枚で終わんの。6553とかいた私、78枚で終わりました。どんな下手でもマジリスクで気になるフリーズ引いたら78枚以上はいきますからね。終わり。すっごい引きたくなかった。いや、他の台でもよ、当たってすぐ100ゲームやめとか30ゲームやめとかばっかなの。これはもうボットに行くならボットを引くしかない戦いになってくる。 SGG とかあとキナナ天井狙いはできないから。290ゲームあ、違う、これ獲得枚数だ。209ゲーム389ゲームに当たって初当たりがもう多分ここはストックあって2回目はストック分でだと思うんですけど、初当たり多分2回引いてるんですよ。で、209ゲーム、389ゲームと結構浅いゲーム数で当てることができてるので行きます。決めました。ここでゴットで行きます。マイさんがラグランジェでマイ2を結構出してるらしいので、みゆちゃんも期待してるよってちょっとプレッシャーかけられちゃったから頑張らないといけない。ちょっと辛い状況なのでもう一度ホールを見ていきたいと思います。じゃあちょっと予告します。リノが空いてたらリノに行く、空いてなかったら B、 あ、こっちが A かな、逆の方の館に行くということで
見ていきたいと思います。空いてた、やっぱりミリオン1100朝霞店さんといえば、前も打ちましたこのリノに今から勝負を仕掛けたいと思います。よろしくお願いします。5回1回当たって今259ハマり決めたりましょう。これで私のこのリノを打つようになったきっかけは完全にドリチャレ影響なので、やっぱりドリチャレでリノが置いてあるホールだったらやっぱ打たないとなっていう義務感も働くんですよ今となっては。やっぱねこう適当に打っててもあのドル、このドルトマトを狙っちゃうんですよね。右狙うときも、そう右も中も右も左も全部狙っちゃう。それはドルトマトが揃うと気持ちがいいから。そう、私はそうなの。まあどれが好きってこと。そうなっちゃう。だってでもそのトマトの中で唯一書いてあるトマトが全部1個ずつあるから、その1個でやっぱ狙っちゃう。そう青菜の下とね、あーこことね、ここと狙っちゃうんだけど、だいたいねシャトリさん直視できる、できるの、実は実はできるの直視。今しれっと中止めてましたけど、そう私特技直視、ただその特技が役に立ったことは今までない。ビタ押しが得意なわけじゃない、見えるけど、だからなんだろう、リール配列は見なくても全部打てるけど、でもマジで役に立たないんですよ。別に見ればいいし、だからビタ押しが上手いってわけでもないし、ただできるだけ。最初できるなって思ったのが、なんかどんちゃんの3人のどんちゃん、こう3連ドンがあるところで、なんか表情が全部見えるなと思ったのが手の形かな、あれ私できるんじゃないと思って練習っていうか、なんか普通にしたら見えた。練習とかある、なんか練習っていうかちょっと注意してみるようになったらね、できるようになりました。でもできるからといって本当に何もない。そういえば適当に打ってると思ってそれが頭によぎっちゃったの。僕のせいですか。しかもドルトマト狙って言ったのに、あんなにやっちゃった。うわー、見せてあげられると思ったのに今へこんでる、へこんでる、へこんでる、へこんでる。あれ？さよなら、さよなら。まさかのあのコイン全のまでするとは思いませんでした。そしてあの夢中になっていたらもう投資が18000です。611、天井まで900ゲーム間に合う、あと1時間半。今からはあの朝一座りたかった救世主、2時半になって見つけたのでそれを伝えてたんです。ここにカウンターがあった。あ、来た、来た。青い、ダメだ。スイカネはダメだったけど、おお、ジャギステージ行った。さっきチャンスとか、あとインちゃんが転んでたりしたんで、んえ、やだ。あ、大丈夫、キリンから出たれた、よかったよかった。
この分のさ、強チリってさ、無駄引き？これはね、立ってくれないと困る。セリフもそのまんまだし、もう流れてはないですね。終わってしまいました。211枚。でもジャギステージにもう短時間なので、どのジャグラーでもいいかな。さて、初戦からだいぶ役立たずっぷりを発揮していますが、これだけのコインを流して終わりたいと思います。どんなルールが変わったのかわからないですけども、ドリチャレやってきて初ですね、こんだけ少ない数の枚数のコインを流すのは。なので今日は2人ともちょっとダメだったので、ミニゲームに全てをかけたいと思います。お疲れ様です。捨てちゃえばと言われた46枚です。もうこれ以上は今日はギブアップです。私マイさんとドリームチャレンジの収録でスーパーリノとリノが並びであったんですよ。私スーリノで当てたの。ディレクターがトマトの色当ててくれて入ったけど、普通に2連とか3連で終わっちゃったから、あー私ダメだなーとか思いながら、でもやっぱりリノはあったら打っちゃう。しかもドル止まってる、ドル止まってる。午前だったらできました。ドルトマト、ドルトマト。645ゲーム、投資53本決めましょう。ここはドルでしょう。ちなみにここは適当に押した。でここ狙った。ドルでいきますね。青7の下の下のトマト。いきますよ。ドルトマト。お願いします。いきます。1個上、1コマ上にいます。ふぅー、ドルじゃなかったかー。でほら、そうなると1回目が、うん、ドルトマトの上のトマトを狙って外したと。そうで、2回目がドルトマトを狙って外したと。そうだから、それ考え始めたらもうキリがないなって。そうなんですよね。だったらもうそのままの勢いのパーンの方がっていう考えで、今ちょっと連敗中と。また増えちゃいましたね。目の前で見たする回数は724ゲームリノではトマトチャンス2回来ましたが、残念、どちらも外すという最悪な事態を招いてしまった結果、今投資が55本、出玉がゼロ。残り1時間も切りました、制限時間ということで、最後はちょっとでも値玉を作れるようにノーマル機、ジャグラーか、もしくはクラセレ花火あたりを狙って移動したいと思います。なんかそうなったらクラセレかな、最後クラセレ行こうかな。今ビッグが7回、レギュラー4回、花火も考えたんですけど、今のところあんまりグラフがデータが良さそうのがないので、最後はクラセレで出玉を作ってエンディング迎えたいと思います。移動しました。クランキーセレブレーションです。ボーナスが7の4ついてる台なので、10の5ぐらいにできたらいいなという考えで打っていきます。これ外れたんじゃないかな、当たったんじゃないかな。これは
かな、間違ったらごめんなさい、目押しミスだったらごめんなさい。レギュラーだ。77ゲーム投資が53本か。そうだった。多分ね、これ当たった、多分、いや分かんない、多分当たったと思う。ちょっと待って、外れたらごめんなさいね。入ってた、やっぱり38ゲームついにビッグ、うっしゃ、ようやくですね。ようやくですよ。でもやっぱ早いっすね、当たりがめっちゃ早い、ね、38ゲームですもん今も。これあるじゃない、あるかなあるかな。やっぱクラセレはね、あ、甘いっていうかすごい当たりやすいから好き。ビッグボーナス後33ゲームここでタイムアップということで実戦終了です。出玉はね、もしかして今日1枚とかなっちゃうんじゃないかと思ったけど、今ビッグボーナス、レギュラーボーナスと引けましたので、なんとか出玉が作れました。これを流してエンディングを迎えたいと思います。お疲れ様でした。今回の結果288枚です。かなり枚数は少ないんですけども、最後のミニゲームにかけたいと思います。お疲れ様でした。実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、今日はちょっと大変でしたね。ちょっとさ、うちらの交流少なかったよね、うん、ちょっと必死になりすぎて、そうどうしようってなって、でさ、どっちかが調子いいとさ、うん、ダメな方励ましに行くじゃん。そう、大丈夫だよとか、2人ともさ、こういうパターンさ、初じゃない、うん、確かに。お互いかける言葉もなくあ、1ヶ月の間に仲良く悪かった。ないよ、それはない。だってこの間も終わった後ケーキ食べに行ったもんね。そう、来ましたね。ね、大変だった。それはよくある。しかしケーキ食べに行ったのよ。そう、大変だった。行ってその後ネイルだったから、そう、忙しちゃって。そう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 、それが申し訳なかったなっていう。とてもない。それはよくある、社交辞令じゃないけど、なんかあるし。え、いやいやいや、上辺だけの付き合い。いや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 、1ヶ月間で、まあまあまあ、みゆちゃんは、まあ、確かにあの、まあ、プライベートでは会ってくれませんけどプライベートでは会ってくれませんけど、みゆちゃんは私のこと嫌いじゃないよね。今日も相談乗ってもらって。嫌いじゃないよねって言われたら、それは嫌いじゃないって言われたら、それは嫌いじゃないって言う。嫌いじゃないか好きかだったら、いや好きです。あれよかった、即答。え、何こんな空気。それ嫌いって言ったらもう終わりだった。うちのディレクターさ、この番組終わらせたがるわ、うちらは不仲にさせたいわなんかこう、あとはさ、なんか出てたらさ、あれ怪しいとかさ、いろんななんか落とし入れようとするの。そうですね、策略がすごすぎて。それは見てる人のを代弁してるよ。ないよ。じゃあ常に負けてなきゃいけないじゃん。じゃあ今日どうだったんですか。今日どういう感じだったの。あ、ラグランジェ行って、ラグランジェ、あのね、前半まではちょいプラグラ、うん、ですよね。プラスだったんだけど、そっからね、うん、ね、失速、うん、当たっても100枚なんだもん。あ、警告伸びなくて、途中でその600枚の上乗せして、うん、その出玉が最高で800枚手元にあったまま緩やかに落ちてって、最後はコンプチャマンね、でね、20回転ぐらいで確定、あのカツリプレイ引いて当たったんだけど、見たことない、それ。すごい、6555さん。え、マジ78枚。で最後ジャグラーに行ってずっと投資して、あれこれ当たるのかな、当たるのかな、ジャグラーでビッグ引けるまで、うん、やめないでおこうと思ってたら、みゆちゃんがビッグ引いたから、うん、もういいよやめてって。で、え、そう、なけなしのこの46枚なんだけど。え、じゃあこれコイン の46枚。そう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 いうこと。出してないの、初めて。そう、それかわいそう。この枚数流すのかあったら超真顔で、じゃあ捨てれば。おっと、まさかの、おっと、捨てれば発言でしょ。おっと、危ない。でも46枚あるおかげで、きっとこの後この世で、ね、生きると思います。無駄にならないと信じてます、うん、じゃあみゆちゃんは。私今日リングから行って、その後ゴッド行ったんですよ。その後リノ行った。出玉をどうにか作ろう、攻める、ね、どうにか作ろう、どうにか作ろうと思ったけど、結局一個もうまくいかず、最後にクランキーセレブレーションでレギュラー、レギュラービッグって引いて、でもビッグ1回だったから288枚、合わせて334枚。おっとおっとおっと2人してこの電源初めてだな。
ギフトシーズン1回目だから、ね、今日は華々しく出玉めっちゃこう持っていこうと思ったのに、いや私もう捨てればって言われちゃったから、コインやばいやばいね、やばいよ、いや見なかったから、俺いなかったから、そうか、誘導してる台にを打てば、まあ確かにそれはいつもそうで助かってるところはある。リノだってトマト当てるじゃん。そう2回外した、2回外して、それ2回でも当たってたんだ。今頃先輩ぐらいです。でも体はさ、リアル1体しかないからさ、そう取り合いになるねですね。いや、じゃあ、ね、名監督がいないと選手はいけないってことだね。そうですね。じゃあ朝だけ誘導すれば、もう大体当たるでしょ、番長とかさ。そうね、本当にそうなんですね。確かにそうだ、あの日だって違うの打とうと思ったの。おー、じゃあそうで、番長続けばって言って、あの日か、そうすごかった日、そう、へえ。じゃあまあ朝の助言は大事だってことだね。次回からはよろしくお願いします。今日はさ、まあ、別件の仕事があったから、まあ、途中参加ってことで、ふんわりしながらフィフスシーズンがスタートしたわけ、うちら実際、え、ちょ、ごめんなさい、話戻っちゃうんだけど、いやいや、姿見えたらトマト来たの。これ本当なの、何、神様すごかった。でもさ、外しちゃったの、もう適当にマッて言ったらダメだった。だから移動中になんか、そんな気がしてよこっち来るときに、タクシー乗ってるときに、すごいね、エスパーなのかな、すごいですね。まあそんなこんなんで、そんなこんなで344枚、これをどう増やしていくんですか、うん、今回は。まあそれもあるんだけど、前回のこれ朝触れたかも。あ、ミリオンチャレンジご褒美リスト、うちらそういえばご褒美もらってない、うん、いやあれでしょ、もらってない、ご褒美もらってない上に、気のせいじゃない気のせいじゃないそうですね、これだったら実際くれたんですかね。そうだ、すぐ即日発送してたよアマゾンみたいね、即日発送、全然急がなくていい、収録日の次の日の午前中に届くように送ってたよ。いらないよ、ダンボールと、いらない、なんでエステ、エステもくれないの。くれないとは言ってない、まあちょっとまだ手もみんぐらい、あ、手もみ行ってみたい。でもやだよ、いや、レモミーの方に失礼だけど、まあね、ご褒美としては確かにレベル3のご褒美で手もみーよ、確かに。え、なんでこれ出したんですか。いや、それをこうやってないから、うん、もう一回改めて本当に、本当にやりたいなくなったんですよ、ね、いやいや、やりたいよね、消えたよ、それの確認だったら、うまい棒はいらない今回が新しく、気になるこのマルヒ、これまだめくっちゃダメなの。めくっていいよ。パネルクイズ、マルヒでかくない、うん、かなり、これモザイクってこと。わかんない、なんかすっごい二人のいやらしい写真。そうでしょ、いやいや、だって撮った覚えないもん。いくよ、昔のいやらしい写真。大丈夫だった。うわ、私本当にダメかもしれない。今まで言うミニゲームとかやったけど、とりあえずまあ最初はクイズで始まってるから、ミニオネやつね、4択クイズ面白いで、まあ、朝いなかったからあれなんだけど、ルールとして、まあ、流せば 1個選べで、答えられたらその枚数かける、その倍数334、少ない、少ない、相当少ない。で2人合わせて1000枚以上流すと2問答えられるよ。へぇ、じゃあ1000枚ごとに1問ずつ増えてくよ、答えられる。なるほどね。じゃあ、じゃあもうそれ単純に計算してたら、ちゃんとミリオンがいくような計算になってんの。ほら、そこまで来ました。おい計画性のない、だいたい計画性のないこれじゃあ5枚めくれたとして、3問目で間違って4問目で正解した場合は、その当たった分のとこだけかける。うん、オッケー。ゼロになるわけじゃないならいいや。344枚だから1問だけしか答えられません。もうね、もうね、ないようなね、うん、枚数なんで70いっちゃいましょう。まあ初回なんでクイズ自体はそこまで激ムズにはしてない。へえ、なるほど。じゃあこれにしよう。ディジ、おお、そこ行きますか。芸能にする？いや、もういいです、そこでしましょう。パチスロにする？いや、ここが一番バナナな気がしない。じゃあそこにしましょう。一緒に考えよう。私はジジの70。
ちなみに3択。あ、3択なら優しい。はい、全部3択です。はい、問題です。ジャンパリの、へえ、2017年関係ない。JB メンバーは現在全部で何人いるでしょう。超むずい、ちょっと言っていい、考えたい、ちょっと、え、言っていい、言ってっていい。じゃあ、とりあえず3択、うん、A、30人、結構多いな。 B、28人、うん、C、32人。考えていいんですか、これちゃんと2人でこう、時間は。ちょっと言ってこ、うん、じゃあここの2人大丈夫、言ってて、誰か出てないとか。それがちょっと気まずいけど言っていい。いやでも大丈夫、大丈夫。ええー、言っていい、うん、違う、違う、違う。じゃあ、男からいこう。男から、はい。黒バラ、黒バラ、ジロー君、コウタロウ君、タクさん、リノさん、セイジさん、で、黒バラ5人、J ボーイズ。あ、待って、新人、あ、ソウイチロウ君、ソウイチロウ君、コジロウ君、セーフで、J ボーイズ、トメキチ君、パン君、サンペイ君、10人と、アハカタさん、ケンタさん、ケンタさんと、ケンタさんと、ヒロシ君、そう、ヒロシ君、12人で、ハム、ジュと、ジューシー、ジュージュ、ジュージュさんで、20人。え、じゃあ15人。あ、15人か。ここで15人、15人で、次、女、マイさん、私、シルちゃん、私、白鳥で、七瀬、次、なっちゃん、なっちゃん、ゆいまーる、ゆいまーる、りな、りなちゃん、ほたる、ほたちゃん、のの、みこ、ゆきなちゃん、うん、ランちゃん、ニーナ、ニーナちゃん、ドレミ、ロビちゃん、ヒカリちゃん、これで29。あれ、いない。ちょっと待って、あれ、一人、30人だよ、多分。でも30人、もう一人忘れてるよ、うちら。数え抜けてるかもしれない、もしくは誰だろう。ええ、32人。え、なんで、誰、トム、あ、トムさん入れてないかも。あ、トムさんだ。トムさん名前に入れてなかったもん。トムだ。トムさんだ。30人。30人。なんかで30人で聞いたもん。でも30人いないなと思ってたけど、30人。ファイナルアンサー。30人。絶対30人。だって28より上回ったもんね。うん。30人。32じゃない。30人だよね。30人。ファイナルアンサー？アンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。よー、ね、ね、ね、よかった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 。これ失敗したら大変だったね。ね。本当に。いや、だって なんかで言ってたもん、30人になったって。なるほど。もう今や30人になったって言ってた。で、30人の中の1を決めてたってことですね、この間の企画では。そう。なるほど、なるほど。いやー、ちょっとでも。これさ、思い出すの、これで言えなかったら最悪だったね。危ない、危ない。でもよかった、有名すぎて逆に、もう行ったと思ってた。私も、そうですね。よかった。すごいすごいすごい。でもさ、こんだけハラハラドキドキしながらさ、30人答えたわけだ。それでもうちら334枚しかないからさ、2万1000枚なんだよね。少ないね。23,380。イエーイ。でも残り97万、全然まだまだなんですね。でもさ、前回も出だしひどすぎて、うん、途中まで、うん、到底無理な数字だったじゃん、うん、でもそれがさ、うん、後半からこう大どんでん返しみたいになってったから、うん、まあ、今回もスロースターターというスロースターターということで、うんうん、まあ、内容も分かったわけじゃん。そうですね、1000枚ごとにクイズに挑戦できるって分かったから、うん、大量で玉を獲得できるような機種じゃないと、うん、そうですね、ちょっと今後厳しくないかなっていう。まあ、2人合わせてだ、そう、うん、5枚ずつ出せばいいんだよ。簡単じゃない？今日低いよ。簡単じゃない？いや、出だしがさ、21,000枚、23,000枚だから、ちょっともうちょっと頑張ります。じゃあ次あるのかな、これ。あるよ。え、2回？2回目が、うん、あ、そう、特別じゃないよ。初めて聞いたんですけど。いや、あの、次回もスケジュール入ってたんで。あ、そうだ、はい、じゃあ大丈夫。こっち来たら話が。あ、ほんと？時間もあるんでよろしくお願いします。いいですか？スケジュール空いてるから。いや、取れよ、取れよ。かぶっちゃうかもしんないから来てよ。
5回目のシーズンにして、ね、もうディレクターがやる気ないって半分参加でいいかもしれないね。ちょそうね、いいよ、もういいよ、午前休でいいよ、午後休でもいいよ、最後だけ来る、ここは大事ですもんね、クイズは。いや、まあそんな感じでね、はい、まあこんな感じで、まあ手探りはもう済んだよね、フィフスシーズンは。今回のフィフスシーズンのやつからはですね、月に2回の配信になったということで、1週目、2週目が配信、そして3週目、4週目はお休みと、皆さんね、見たい動画もね、いっぱい、まあ、スライドとか言うのよ、見たい動画も溜まっていくと思うので、3週、4週目で自分の、ね、溜めておいた動画をゆっくり堪能していただきたいと思います。いいですね。そうですね。じゃあ、生まれ変わったフィフスシーズンも改めましてよろしくお願いします。ますということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。